時刻は6時57分です。 さあ、C はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さん、え弊社、関西支社からのご出演となります。宮崎さん、おはようございます。どうも。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。またこの居心地のいい関西支社から <laughs> <laughs> 痛く切り落としという。い, <laughs> <laughs> いやあの、関西支社はね、えー、大阪駅の周辺の、まあ、ビルのお高層階、えー、10階付近にありますけれども。ものすごく開、ね、放感が。 ありますね,ねえまた、確かあの、足元から天井までの窓があって、あそこがいいんですよね。そう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 。どうしてそこは閉塞感があるのかね。<laughs> <laughs> そうまあね、スタジオの中ってなんか、こう音響の効果とかも気にすると、壁ばっかりになるんですよね。なるほどね。七月にはそちらにまたま、ね、あ、本当ですか、4月からは。<ー>はい、ええ、あのー、4月には本も出るということですんで、はい、まあ、その話なんかもね、えー、含めて、今日も一つよろしく,ろしく,ろしくお願いいたします。お願いします お送りしております日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。ご意見などもお待ちしております。メール COzy。工事アットマーク1 2 4 2 m です。お知らせ挟んで C です。 6月29日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、評論家、宮崎哲也さんです。宮崎さんは関西社からのご出演です。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ます評論家の宮崎です。どうも。 えー、番組エンディングまでお付き合いいただきますよろしくお願いします,お願いしますでは最初のニュースこちらです西村大臣緊急事態宣言の再指定は必要ないと発言 新型コロナウイルスの新たな感染者数が昨日、東京都で60人と、緊急事態宣言の解除後最も多くなったことについて、西村経済再生担当大臣は、現時点で緊急事態宣言の再指定や、都道府県をまたいだ移動の自粛を求める必要はないとの認識を示しました。 えー、ゴールデンウィーク中、87人が確認された5月4日以来の60人超えということ、まあ、若い世代が中心だと言われておりますが、宮田さん、最終的に必要ないと発言されました、うんまああのー、特にね、そのはい、都道府県をまたいだ移動の自粛なんていうことがなると、 ほら、GoTo キャンペーンとか、はいはい、<laughs> 8月からやろうとしているらしいですから、えー、それに影響を与えることも配慮して。 とりあえずね、ね緊急事態宣言はそもそも緊急事態宣言によって、うん、あの効果があったのかどうか、はい、ということも、えーえー、今、疑問視されているところ部分もあるので、ちゃんと検証しなきゃいけない、うん、<の>大阪で検証してますね。そそうで,すねですから、そこもあって再指定の必要はないということなんだろうとは思うんですけれども、はい、じゃあ、一体どういう状況になると再指定が必要なのか、特にやっぱり私はね、現時点でのこの、 感染者数と、私はあのこの番組でずっと感染者数というのは参考値にすぎないうん、うん、ということを言ってきましたけれども、とはいえ、かあの感染者数ということを注目すると、東京の感染者数というのはやっぱり、えー、多いなという感じがします。例えばこのののの同じ昨日関西の2府4県の 感染者数と十分の一です。ああ、なるほど。六人。一桁6人。大阪五人、五人、京都一人。ですからね、これがじゃあ百人になって、東京が百人とかっていうことになった場合に、はい。 どうするのかということは、ちゃんと検討しなきゃいけないと思いますね。まあね、あの、指定して、そして解除してっていう一連の流れがあった中で、ね、どういう基準だったのかっていうのは、まあ、今後の検証も含めてきちんと示さないと、次の手もうどう打っていいのか。 ちょっと明確にならないですよね。ねまあ一応ね、あの、西村大臣も、はい、東京都から近県に広がっていることを警戒していると。首都圏各県の状況のデータマッピングを行っている、どの地域で、えー、どことの関連で新、 感染者が出ているのか、これまで以外のクラスターがあるのかをデータに基づき、しっかり分析していくということはおっしゃっているので、はいあの、注視されているということは間違いないと思うんですけれども、おこれがあの、またこの、またというか、ゴテゴテにならないように、えーはい、まだこれもね、第2波と言っていいのか、まだ第1波が続いていると。 ということなのか、うもうこれもよくわからない状況なんで、んえー、引き続きこう、注視しておくことが必要だと思う。ただし、はい、夏ですかあの、これとね、もう,もう一つこう、良くない話としては、はい、夏にね、ひょっとすると、下火になるかもしれない。季節的な要因で下火になるかもしれないというふうなことを、前回、ね、あの、話したかと思うんです可能性があるっていう、ね。可能性があると。はい。やっぱり結局、東京の状況を見てると、下火にはならない、はい。と みたいです、ね、まあ、これだけ30度超えの日があっても、やっぱり患者数っていうのは、そうそう減ってこないっていうのは、そういうことなんですかね。ととただし、えー夏、夏なので、冬と違ってね、まあ、はい、その普通の肺炎になる方とか、インフルエンザにかかる方っていうのは減っていくるので、はい、医療機関に余裕が出ていく、キャパシティが出てるのは事実なんで、んそこの部分は、あの、プラス。 いいことなんですけれどねまあただちょっと気になりますね東京の状況というのはうええー、まあこの先がね本当どうなっていくかということも含めて、えー、注視していかなきゃいけないと思いますえー、まずはあ緊急事態宣言再指定の必要はないという西村担当大臣の発言からあご紹介いたしました続いて七時の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク 東京有楽町を日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです えさて週末各地大雨でしたけれども今現在ですね、えー、大雨の警報が出ているところはありません、えー、ただまあ明日以降も全国広い範囲で雨の予報が出ているところがあります雨の季節ですどうぞくれぐれもご注意ください、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです香港国家安全法案明日成立の見通し 中国が香港の統治に直接関与するための法律香港国家安全維持法案は北京で行われた全人代全国人民代表大会の常務委員会で審議が始まりました最終日の明日採決される見通しで可決されれば香港の一国二制度は形骸化する可能性があります えー、アメリカは対中制裁として中国共産党体制の現職及び体感した当局者に対し、ビザの発給の制限の措置を課すと発表しております。さあ、まあ、なんというか、来るところまで来たのかというね、香港これで終わってしまうのかと思います。いや、本当に来るところまで来たという感じなんですけれど、まあ、香港が終わるというか、 どういう終わり方なのかということなんだと思うんですけどね、はいまあ、要するにこのお中国の中の、ええうん、外に開かれた金融経済の,あのセンターとしての香港の価値というのは、はい、ものすごくこれで下がってしまうことは間違いないだろうというふうに思います。つまり、ね、こうそういういこの 経済の自由というのは基本的に言論の自由とかっていうものを自由一般をこの基礎としてえ培われるものですから、はい、そういったものがこう失われてしまうことがあこの法律が成立すれば確実ですのでん、えー、なんで私は、ねはいまだにこう香港というのは、ええええ、金の卵を産む鳥であろうと中国にとって。はいえー 北京の政府にとってもそういうものであったであろうになんでこの時点でこういうふうにこのその鳥をこう自,自ら殺してしまうようなですね、えー、そういうことをするのかというのは私はちょっと理解でできないんですけどね確かにあの中英共同宣言であるとかあの返還から50年はその体制は変えないというある種の体制保障のようなものっていうのがあったはずと考えるとまだ その期日ままでは時間がありますよね、ええ、でしかもその期日の中で、えええー、中国、あのー、本土の方も本土というか中国の方も、はいえー、どんどん自由化していくあるいは解放経済をどんどん取り入れていって資本主義化していく市場経済化していくというのがおそらくはアメリカのねリベラル派中民主党のリベラル派の考えていた ああ対中政策の基本だったと思うんですよ、はい、でこれがどうやら、うん、この数年の状況を見ると裏切られたという感じだと思うんですよねあの。自由主義経済でこの良さっていうものをどんどん関与することで知らしめていけばそれで体制が変わっていくって関与政策っていうふうにも言われたと思うんですが。 大失敗だったっていうことがもうこれ、結論付けられたとつまり結局、この共産党体制というのは、中国共産党の体制っていうのは、どんなに経済成長しても、はい、あるいはある程度、部分的にこう経済を開いていったとしても、うん、結局こういう強圧的なことを行って、統制していくしかないんだということが、ええ、はっきり分かったと。 いうこ,とですね、こういう体制なんだということをだから香港の問題の,のみならず、はい、中国というのはこういう体制なんだということを全世界に知らしめたということになると思いますね。私は中国の長期的な国益化するとマイナスだと思いますけどね、はい、うんこれ、世界各国あるいは西側諸国がどう対応するかというところで何かこう言うと。 主権の侵害なんだというふうに内国、内政干渉するなというふうに中国側をこう突っぱねてくるんですけど、これやっぱりこの主権の壁というのは、分厚くってなかなか破れないものなんですかねそれはね、あのーうん、チベット問題とか、はい、えっと新疆ウイグル自治区問題とかっていうことをこう経験したわれわれとしては、常にそれは中国政府の見解というのは内政問題だということでした。うんえーえー きっとそ香港問題についてもそう言うだろうというふうふは分かっていたんですけれども、うんはい、おこういう人権問題というのは、はい、人権問題とか自由の問題というの,とというのはうん普遍的な問題ですからしかもその、そなんていうのかな。こう 中国という政府というのは信頼に値するのかどうかということをこう、はい、測る一つの目安ですからねそういう意味ではあの海外がこの問題というのを注目して、はいえー、中国に対してさまざまな還元を行うと。う 忠告を行うということは当然だと思いますがね,、はいうんまあ、ね今、価値観という言葉が出ましたけれどもあのその部分でいくと日本はその価値観を重視して外交していくんだっていう,こう姿勢この安倍政権はずっとあったと思うんですけれどもそうするともっと声を上げてもいいんじゃないかっていう声が、まあ、国内からも上がってますけれども宮崎さんどうですか、まあ、私もそう思いますね、あのその通りだと思いますが、えー、なかなかこう この問題に関して、まあ、アメリカもそうなんだけども、はいえー、アメリカもあの先ほどおっしゃったように、うんえー、中国共産党の当局者に対してビザの発給を制限するとかっていうようなことはやろうとしてるんだけども、はい、おこうもっと強硬的な措置というのは、えー、やっぱりやらないわけですよねあのいくつかの,の措置は考えられるわけだけれどもそこまではやっぱりいかないという,うそういうことを。 でしょうねまあ、これはだから、はい、そうするとこう香港で起こる,起こ,ることというのは、まあ、要するに、うん、よよ国際的な世論で圧力をかけていくしかないということになるわけだけれども香港で起こることは、えー、えおそらくこう台湾でも起こるのではないかというふうふに、はい、台湾の方々は非常にこう懸念をしていらっしゃると思いますね。うんうん まああ ASEAN の,アアの首脳会議もオンラインの形で週末に行われましたけどそこでもやっぱ同じような期間でこうどんどんと出てくる中国に対してどうしていくっていうのが話し合われたようですが、まあ、防空識別圏を南シナ海に作ったりするっていうようなねことも言ってますしこれ日本としてもそこと手をつないでいくっていうのは大事なことになっていくわけですかね。 そう思いますあのこれはね、あの<え>飯田さんの昔の番組でも私はずっと言って,言ってたと思うんだけども、はいはい、中国という国と、中国と日本というのはあの、この対立関係、完全な対立関係に陥ってしまうというのは、これはよくない、状況によってはそういうことにがありうるかもしれないけれども、現状では。 はい、対立関係になるというのはう、でも、対峙的な関係であるということを忘れてはいけない、う以外が、はい、えこう正面から向き合っている関係で、えー、いうことでは忘れてはいけないというふうに、うだからこれ,これは日本の独立ということをきちんと考える上でも、非常に重要なポイントだと思うんです、そうすると、うん、一国での独立というのではなくて、やはり先ほどおっしゃったように、価値観を共にする国々と連携していくと。 いうことが必要だろうというふうに思いますねう そしてもう一つ用意していたニュースが、リニア中央新幹線についてです。JR 東海の金子社長と、静岡県の川勝知事が、先週の金曜日にトップ会談を県庁で開いたということですが、まあ、ここで分かってきたことが、計画通りの27年、2027年の開業が困難になったということ。まあ、これ水源地の問題などが、まあ、知事は前々から言ってましたけれども、結局ここのデトロックに当たってしまったということですかね。 そうですね、トンネル工事の影響で、追、え、い、ー、川の水量が減るという懸念というのがあるということなんですけれども、はい、まあ、それをお発揮しないと、科学的根拠が示されていないということでですね、はいえー、とりあえず、だからまあ、川勝知事も、 リニアそのものには反対して,はしているわけではないというふうにおっしゃってはいるんですけれどもおまだ隔、はい、たりがあるとそこの隔たりが埋められていないということで遅延するということになったとでも私はね、はい、あのこのちょっとこのおリニア中央新幹線のことだ,だけではなくて、はい、というかそれをのおよりもう少し広く考えてリニアあのー 新幹線をもっと広げていくということは重要だと思うんです、だからまあこれはもう急がなきゃいけないと、まず中央新幹線も急がなきゃいけないんだけど、はい、というのはなぜかというと、えー、うん遠からず、はいあの、確実に来るであろうというと言われている、えー、東京、東 関東直下型地震とか、はいえー、南海トラフとか、えー、富士山爆発というようなです、ねう、これから起こりうる災害ということを考えると、はい、もっと私は、えー、首都圏というのは展開していかないといけない。バックアップシティでもいいし、はい、第二首都圏でもいいんだけども、えー、それのための,のこの、 必要なのはリニアだろうとなるほど短期間でいろいろという地域を結びつけることが移動が,移動ができるという,うことだと思うんですけどねまあこの開業困難というのはちょっと残念なニュースですね、えー、この時間評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も宮崎さんにお付き合いいただきます以上おはようニューースネットワークでした 放送飯田浩二の OK 工事アップ教えてニュースキーワード七時二十六分に今なりましたお送りしております OK 工事アップえー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、はい、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです 持続化給付金の対象を今年創業の企業とフリーランスに拡大経済産業省は中小企業向けの資金繰り支援策持続化給付金についてこれまで対象外だった今年創業の企業やフリーランスからの受付を今日から開始します減収幅に応じて法人には最大200万円フリーランスを含む個人事業主には最大で100万円を支給いたします えー、新たに申請できる範囲を広げると、えー、いうこと、まあ、経済をなんとかこれ、持たせなきゃいけないっていうことになっていくわけですかね、まあ、持続化給付金に関してはね、はい、いろいろ問題も、あのー、指摘されたて,てたんだけれども、はいあのー、展開の速度、展開の進度だけを見ると、かなり、えーあのー、早く展開してますよね。そうですねですすねから、あのー、例えば、えーあのー 例のほら10万円の給付金に比べると、あはい、全一律ず,ずっと早い震度でそうです、ね、あの展開しているんで、結構なことなんですけれども、それ自体は結構なことなんですけれども、はい、うんとやっとこれで、えー、次はフリーランス、いわゆる個人事業主ですよね、はい、フリーランスを含む個人事業主に対して、支給が行われると。はいお 今年創業の企業に関しても支給が行われといるうん、まあ当然といえば当然なんですけれども、これから行われていくということで、はい、まあ、なんというかなじ、私はそれでもまだ十分ではないとは思うんだけれども、えー、なんとかこうおお、事業の継続ということに関しては、一定のこの措置が捉えていると思うんですけれども、うん、まあ、需要の方がね。はい、そうですね、<laughs> <の>どうしても伸びない。 お飯田さんもおっしゃってたように、ポイント還元ももう6月で本当に予定通りやめてしまうらしいし、私はね、ポイント還元なんか、飯田さんもおっしゃってるように、私も消費増税そのものには反対なんで、<laughs> な,なんだかなと思ってたんだけれども、とりあえずこういう事態なんだから、続ければいいのにと思うんですけどね。はい、あのそれこそ予備費からちょっと、ちょっとと言ったらあれですけど、あの予算を積めば、これなんとかなるんじゃないかとも思って。 たりするんですけどどうなんですかね。いやあのー、財政的にはそんなにあのーえー、問題ではないというふうに思いますが、むしろだからねその、はい、お。 個人の現預金っていうのが、はい、もうね、1000兆を超えちゃってるんですよ。これ。こ,こ来て伸びてるという話がね。そうそう、伸びてきているという、はいあのこ。これはまあ、ある意味で結構なことで、別にこう、日本は貧困になっているわけではないということの調査、はい、で,でもあると思うんですけれども、えー、逆に言うとみんな使わないで貯金するという,う,いう状況になっていて、おそらくはコロナによってその傾向というのがもっともっと高まったであろうと。はい。 ういうことやっぱり需要っていうものを何とかしなきゃいけないと、はい、いうことがあ、この鍵になってきて、こういう場合に需要を完できるのは政府の支出しかないわけですけれども、はいまあだにね、こう、あの、テレビなんかでね、 この日銀が、はい、ああのお金を吸って1000兆円の国債を買ったんだけれども、はいえー、60年後には国民の税金で償還しないといけないなんていうことが、はい、あそれが決まっているなんていうことをおっしゃるっていう方が。えー で、私はそういう方々に対してだとか、まあ日本の財政が危機的な状況だとかっていうおっしゃる方に対して、はい。大体こう、怒りまくるというま、ね。<笑><笑> <laughs> まあ、あのね、<laughs> えー、前やっていた夕方の番組時代から、そ,のそ,う,そうそうそう、大体ね,ね、これね、はい国、国際60年召喚ルールっていうのは、ええー、えー、えーあ、あのー、昨年のね、9月に、はい、えっと、あのー、財務省自体が、 오, 오. 2019年,の2019年の9月に財務省自体がこの廃止を検討するとううううん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 、うん、いう財務省がですよ <laughs>、はい、あの財務省があ,<の>まあ,ある意味根拠にしてたこれ<の>法文ですよね <laughs> えこれが、ね、朝日新聞によって、はいえー、今年の2月18日に報道されていたんですが<っ>明るみに出たんですけれども、うん、まあ基本的に、ねえー、国際60年償還ルールなんていうことも,も取ってる国なんてないんです <laughs>、はい。うん <laughs> 基本って諸外国 韓国では国債の元本は借り換えて残高を維持して利払いだけを行っているというのが現状でコロナ状況の中でこの傾向というのはもっと続いていくと思いますから。はい、えっと おしかも統合政府という、このもう財政派の人たちも認めるようになった、うんはい、統合政府という考え方を取ればですね、ええええ、要するに政府が親会社で、うん、えぇ、ー、おさうてに、中央銀行や政府系金融機関で子会社というか、はい、いうか、で、それはこう統合できると、うん、ということを前提とするならばですね、うんはい、あの、全く、あのお、日本のこの財政状況というのが、 何かお金が出せないと。うんうん、こういう危機のにあってもお金が出すことはできないというような状況ではないと。はい。うん。まあ、ただインフレだけはね、はい、あの、うん、心配しなきゃいけないんですけど、まだまだ、ええ、まだそういうインフレになるような状況ではないですから。むし,ろむしろデフレショックという状況ですから、はい、あのお、心配する必要ない。だから、いろんな形で、はいあの、とりあえず今はね、あのー、 需要を喚起する。消費を喚起するということをやらないと、お経済持ちません。だからね、要するにね、経、うん、あの、経済回すって言ってんだけれど、えー、あの、そんなに簡単に回らないんですよ、こういうことが、になると。まあ、ま、また後ほどお話し,しますけど。ね、まあ、その辺の、じゃあ、社会構造そのものとかをどうしていくべきなのかというお話は、ええー、この後、スクープアップのゾーンでじっくりとお話しいただければと思います。はい、教えてニュースキーワード、今日は持続化給付金でした。 洪水アップ。時刻は7時35分です。えー、ポイント還元についてメールいただいてます。大三元さん、豊島区63歳の方。明日で終わっちゃうってことで私も駆け込みでカメラ内蔵のパソコンを買いました。コロナで経済冷え込んでんだから延長すりゃよかったのにと思います。感染者も増加してるし、これからも心配ですと。いやー、こうなると駆け込み需要また反動源かみたいなことにもね、繋がってかもしれませんが。 えー、ご意見お待ちしてます。c o z i c o ーーア y トマーク一二1 2 4 2 c o m です。この後、いってらっしゃい。今週のテーマ、虹です、okay. えー。時刻7時43分です。お送りしております。OK、c o g y ップお相手、私日本放送アナウンサー、飯田浩二と、 新一華がお送りしています今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、関西社からの登場です。宮崎さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップコロナ恐慌は来るのか、ポストコロナの社会経済。 ジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと、新型コロナウイルスの感染者が28日、世界全体で累計1000万人を超えました。南北アメリカ大陸やロシア、南アジアでの感染者が止まらない中、経済の回復に時間がかかり、先が見通せなくなっております。どの程度の強行を覚悟すべきなのか、どの程度致命的なダメージがあるのか、評論家宮崎哲也さんと探っていきます。 えー、感染がね、ずっと続いていく、アメリカは第二波本格化か、なんてことが言われていく、まあ先ほど宮崎さんも指摘されていました、こう、社会全体も、これ変わっていかないと、もはや持たなくなってくるということになってくるんですかね、うん。あのね、この、この新型コロナ、 ウイルスによる感染というのがどのくらい重いものなのかというのはまだ諸説があってまあ一番あの軽く見ている人にとってはえとまあちょっと風があの重い風ぐらいだという人もいれば大変この深刻な感染症であるという人もいてまだよく分からないと,いうところが多いんですけど仮にですよ それほどこうあの、まあ、感染症として死者も大量に出てあの多く出ているので、そこそこ深刻なものであったとしましょう、う例えばだから、ち致命率が、致死率が20%とかね、<ー>30%に至るようなものではなかったとしてもですね、逆に言うと、私はこの あのこういうのレベルの感染症で、うんはい、ここまで経済があてあの停滞してしまうかと、経済社会が変わってしまうかということに驚きを禁じ得ないあ<ー>確かに全世界の死者数とかで見たり、あるいは日本国内での,この亡くなっている人の数で見ると、肺炎だとか、あるいはインフルエンザだとかと。 こう比べた場合に、そこまでものすごい特異性があるかということではないと。特にね、東アジアの,、えー、あの死者数というのはう、まあ、アジア全域と言ってもいいんだけれども、はい、と,とりわけ東アジアの,の死者数というのは、あ死者数を見る、死亡者数を見る限り、えーまああり、そこまで深刻な感染症ではないように見えますが、はいえー、それがもたらした経済停滞というのは、はい、すさまじいものがあったと。 率、ねまあ、直に言って、はい、これはブラックスワン、<ー>完全にこう予測できなかった、このブラックスワンの黒い羽によって、全世界が覆われてしまったと言っても過言で、この、ね、根源的不確実性というのは、はいあの、先ほども申し上げましたよが、あの かんってあのそういう,こう休業自粛とか休業とかロックアウトとかやめた、やめるとうん、うん、すぐに経済が回り始めるというようなものではないんです。この根源的な不確実性に見舞われたということは、はいえー、間違いなくうこの経済停滞というのは、うん、ひょっとすると強硬に至ってしまうかもしれないといビのが長引くと。 いうことじゃあ、うん、どうすればいいのかというと、ええ、差し当たりは、はい、え先ほども飯田さんもおっしゃったように、うん、家計も、うん、企業も、はい、企業も投資をするのを、ええ、消極的になる内部留保あってよかったって思った企業が、実際多かかったでしょうからねでそれはもうね、ずっとこのコロナ以前から、はい。 その傾向というのはそもそもあったので。日本企業は特にそうですね。そ、うん、あったんで、えー、コロナによってそれが,がさらにこの、はい、強くなることは間違いない。うん、で、消費も、はい、消費増税以降、えー、特に消費増税以降はどんどんこの減,減衰していて、はい、えー、コロナ後は非常にこう悪化していると。うん だから貯蓄が増えてるってことになってるわけですねそう。ということですね。うん、あの、企業の手持ち、現金も増えていってるんですよ。なるほど。うん、現預金とかそういうもんですね、そう,そうすると。うん、そうするとね、えぇ、ー、まあ、あの、政府が出す以外ない。ああ、経済の3主体のうち、家計も企業も出さないんだったら、政府が出すしかないということですね。で、それで乗り切るしかない。うん、まあ、果たしてこれがちゃんと、 を出せるかどうかというのは、はい、消費減税で、まずはとりあえずは消費減税できるかどうかということにかかっていると思うんですが、はい、少なくとも5%まで消費減税をすると、10から5へと。10から5へということですね、うんうん、それができるかどうかということにかかっていると思うんですけれども、いろいろね、そういったところで細かな点で、いろいろやなすべきことあるんだけれども、もうちょっと大きな話をすると、はいえー この経済の変、あの、この社会、大きな社会変動によって、えー、おそらくは、はい、あの、その以前から言,あの言われていた機械化ね、え<い>最近ね、DX なんて言葉はよく聞かれるでしょ。はい、DX っていうのは<ー>ああの、デジタルトランスフォーメーションのことですけれども、ええこれ、えー、コロナ以前から言われてたんだけれども、 コロ,コロナ以降にものすごくよく企業になった。んうんうん、ということは、やはりこう機械化、あるいは、まあ、DX は、ね、その機械化をすあの表すことではないんだよ。直接的に表すことじゃないんだけれども、はい、こうやって遠隔地にて、んうん、今日も私たちもやってるわけだから、そう,ね、そうやって仕事ができるとかね、はいえー、そういう傾向っていうのは、うんうんあ 5G から 6G での時代の中でますますね、はい、あの大きくなっていくわけでしょ。うそうすると、そういうこの機械化というのもどんどん進んでいくと。ところが、機械化を、ただ AI とかに関して、はい あの研究が進んで、研究開発が進んでいたのは、中国とアメリカだったわけですこれが今、コロナによって、少しこう減速してきた。はい、ああなるほど。と日本も、やはりこの、少子高齢化もあるし、はいえー、機械化っていうことを、ちゃんと進めていかなければいけないというふうに、おそらくはなっていくだろうというふうに考えますよね。 そうした時にうときに、はい、ずっと私はこのことを言ってるんですけど、じゃあ、はい、一体需要はどうするのかと。そうですよね。まず失業。はい、雇用が不安定化していくわけですよね。機会にとって変わられる仕事っていうのがすごく増えていくということそう,そうとですね。そうすると、うん お、機関にとって変えって、って、じゃあ、その、人間の仕事がなくなるわけですから、えー、あるいは賃金がものすごくこう、<ー>落ちていくという可能性もある。はいうん、そうなった時に、に、あの、需要をどうやって安定化していく。はい。さらに言うならば、うん、もっと言うなシビアに言うならば、人々の生活をどうやって安定化させていくかというと、やはりこの、 ベーシックインカムのような、はい、そういうシステムというものを導入せざるを得ないだ今回は、ね、10万円給付というのがあったけれども、ええええ、これを一つの皮切の、まあ、ー,ーとして、えー、直接、所得保障をすると政府がう、はい、そういうことによって一定の所得保障をすることによって、ええまあ、なんというかな もっとこうそれ、それ以外の部分、あの、ちゃんと稼いだ部分というのは、うん、消費に振り向ける、投資に振り向けるという、はい、こう、不確実性、根源的不確実性というものを、とりあえずそのことに、あの、うん、政府の力によって抑え込む。はい。あ,あなたの生活は、とにかく最低限の生活は保障されてますから、はい。あの、それ以上の部分というのは、うん、あ野心的な心投資をやしたり、はい、あるいは、 ああの消費をしたりしてくださいっていうふうに、社会を変えていくという、うそういうことをですね多分10年か20年を使ってやっていくんじゃないかと。なるほど、そこへ向けての、じゃあ、あの働くってなんだとか、勉強するって一体どういうことだとかいうことも含めて、ライフスタイルも変わるのかもしれないですね。ということをね、コロナが潜在的にあったことを。はい、あの こう露出させた<ー>露呈させたと言ってもいいと思うんですよねえ今日のスクープアップコロナ恐慌は来るのかポストコロナの社会経済、えー、お話しいただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいお送りしてまいりました OK 工事ーーアップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい 番組オリジナル防災アルミブランケット3人の方にプレゼントです大和市井上和恵さん日野市堀江周吾さん平塚市,市市川由紀子さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます 明日のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸さんです、えー、今朝は東京有楽町と関西車あ日本層関西社をつないでお送りしてまいりました関西社からは評論家宮崎哲也さんでした宮崎さんありがとうございましたどうもありがとうございました宮崎さん本が、えー、いよいよお発売となります7月10日予定です今日も、ね、ちょっと SF 的なことを言ったんだけど小松田京についての本で、えーえー、この本についてはね、うんうん えと7月13日にそちらに伺いますんであ,ありがとうございます、月曜日、<た>次回またよろしくお願いしますじゃあもう出た直後に、はい、いやあのー、宮崎さん、確か去年,去年の今頃ぐらいでしたっけ、NHK の,の「100分で名著」で小松崎を特集をされていていやその時にもすあの司会だった伊集院さんがすごい引き込まれたっていう印象があって、ええ、すごい面白かったなと思ったんですけど。 あれのね、はい、えっとねテキストはなんかね SF のね権威ある賞のにのの候補にノミネートされたんですけれどそうだったんですかそれをねもっと強力に総合してって<ー>えっと大量に、えー、新しい新書まで設けた本が今度出ますんでなるほど、えー、その話をまたねあの戦後を振り返るということもあって、えーえー、戦後から未来へということですね、えー、ただね、えー、今日の話なんだけどもベーシックインカムってなんかもう、えー あのー、ちょっと前までは、うん、浮世,話,浮世話,話の話みたいに言われてたんですけどうす、ね、もうすでに、うん、例えばねどちらかというと緊縮派と思われているような小林慶一郎さんとか土井、はいはい、武雄さんとかあるいはこの竹中平蔵さんなんとかがですね、はい 構造改革家とか、緊縮家と思われている、そういう人たちが口にするようになってきている、はい、やっぱり私はこれはね、コロナ状況、<ー>ポストコロナ状況をめぐる新しい経済のな政策の流れだというふうにこれね、ね結局、一人につき10万円、誰しもに配るっていうのが、結局、その全適用というか、ある意味の社会実験的にも移るわけですよね。 ですからほらほマイナンバーカードっていうのを、はい、あの口座と紐付けるっていうのも <えい S 1> これの制度的な下慣らしをしていると。 ういう,ふうにも取ることができます、ね、うんそこで収入さえ把握できれば困ってる人がどこにいるかとかっていうのが機動的にいけるわけですから、ねす,ね、すぐに給付できるからねしかもうんいやーなんかもうすでに日本は変わりつつあるっていうのが分かりますね変わらないとダメなんですよ逆に言うとうんだからそういうことをねいいちゃんと考えていく必要がある、はい、一体どの政治勢力がそういうことを主張するのか、うん、注目されると思いますねありがとうございましたどうもありがとうございました この後は、書きただしあなたとハッピー